たか、戦争でのロキファミリアやフレイヤファミリアの活躍。ああ、ケンキがバッタバッタと兵士をぶっ飛ばした話だろ。エルガルムなんて斧を一振りしただけで。アイズさんたちの話で持ちきりだ。やっぱりすごかったんだな。本当にあいつらは英雄だよ。英雄か。もし僕も一緒に戦えてたら。うわっ！ギャー！強い！強すぎる！一秒間に何回切られたかわからねえ。故郷に帰る。お前にも家族がいるだろう。こんな強い冒険者がいるなんて、ベルクラネル、マジ半端ないって。え？いや、普通に剣気の方が強いな。まさに剣の姫。ここまで剣に愛される者がいるのか。想像の中でも勝てない。アイズさん一人で終わっちゃう。こうなったら、魔導士に。いや、レフィアさんやリベリアさんがいるから僕必要ない。そうだ、軍師としてなら。総員、準備はいいか。この戦いをもって戦争を終わらせる。無益な犠牲はこれ以上必要ない。君たちに勇気を問う。よっしゃ。ブレイバーの後継者はあんたしかいない。ベル君士、ケンキが敵の前方部隊を壊滅させました。そのまま敵軍を全滅させました。もう指揮なんて関係ありません。もう剣気一人で十分だと思います。帰りましょう。アイズさんが強すぎて妄想にならない。これじゃ追いつくなんて夢のまた夢だ。ベル？はあ、どうして落ち込んでるの？あ、アイズさん。高すぎる高嶺の花には手が届きそうになくて。